はい、どうもジーリです。ってことでね、今回は先日発表されたワンダショチャンネルに合わせね、一緒に情報が出たプロセカご意見箱、こちらについてお話ししていこうと思います。今回からですね、ワンダショチャンネルが2部制となって、一部では新情報、2部ではアップデート情報などね、お届けしますと。そこでみんなの意見や質問に答えるね、プロセカご意見箱を行いますということでね、公式の方から発表がされました。でまたね、プロセカのプロデューサーの近藤さんからこんな風にツイートがありました。一部はこれまで通りキャストさん主体、2部は自分プラスもう一人くらいでやる予定です。2部に分けた理由ですが、アップデート情報などの今後の話や今考えていることはもう少し時間を取りつつ、背景から丁寧に、かつワンダショチャンネルのバラエティ感から若干トーンも調整して伝えたいと考えたからです、といった形で、個人的にはかなりね、これありがたいなというふうに思って、めちゃめちゃワンダショチャンネルが楽しみなんですよね。特に背景とかやっぱすごい聞きたいんですよね。でまあそれに合わせて、まあ自分でもね、プロセカご意見箱いくつか考えたんですけど、まあみんながね、どんな意見を持ってるか、よかったらコメント欄で教えてくださいって言った感じの動画で、まあとりあえずね、ジールが考えた個人的に来てほしいというか、こう答えてほしいね、質問をいくつかね、ツイッターの方でも書いてみました。ってことで見ていきましょう。まずはですね、クリスタルショップ、こちらの話ですね。3万円分や5万円分などのあの課金のやつを追加してほしいっていう、一気に課金できるようにしてほしいです。大量に課金するとき何度も操作するのが大変なので、ついでに課金時のボーナスも増やしてもらえると嬉しいです、ということで、まあジールさん過去に20万課金とかして、今度イベランの時にまた20万ぐらい課金する予定なんですけど、まあそうじゃなくて、例えばね、天井分6万円課金してガチャ引くだけでも、6回ポチ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 課金するのがめんどくさいんですよ、これ。マジでめんどくさい。でもそうじゃなかったとしても、いや、ジールさんより課金する人とかもいるから、人によってはね、1回のイベントで40万とか課金したりするから、その時に1回って押すとめんどくさいんですよね。なんでこれを、ま、3万、例えば3万円だったら100連分じゃん。だからもう100連分一括でね、課金とか、まあ、切りのいい数字で5とか10とか課金できるようになるとありがたいよねっていう。で、まあ、プラスね、今、プロセカ課金するときに、ボーナスで少しコインじゃないや、クリスタル優勝でもらえるんですけど、今1万買ったら1万500ぐらいで、まあ、プラス500個分ですね、もらえるっていった形になっております。例えばこれ3万個買ったときだったら、ボーナス量も増えて、3万2000個もらえるみたいなね。で5万買ったときには、5万何千個方もらえるみたいなね。形にしてもらえると嬉しいなーっていう、ちょっとこう、課金税目線のお話ですね。はい、で、次がこちら、キャラクターランクのミッション上限を、スタンプ数や衣装数、エリア会話でも増やしてほしいです。可能ならキャラのアナザーボーカル所有数、ヘアスタイル所有数のミッションも追加を検討していただけると嬉しいです。ということで、これはキャラランガ知性としてかなり切実な願いですね。まあ、多分、控え室とか、あとはリーダー回数っていったところでね、主に調整が加わると思うんですけど、まあ、この辺が上げるの大変なんですよ。控え室はね、どうしてもやっぱガチャを大量に引かないといけないし、あとはリーダー回数だったら、例えばね、9000、前何回だっけ、前9000回ぐらいだったのか、12800回ぐらいまで確か増えたんですけど、まあ、それ回数稼ぐのもやっぱ大変で、結局1イベントの間に叩く回数って、ジールさんは割と叩いてる方なんですよ。割と叩いてる方だけど、それでもやっぱ1イベント中に300回とかぐらいしか叩いてないんで、まあ、その辺考えるとやっぱね、欲しいなーっていうか、なんかそれ以外のね、上げる要素も欲しいなーって感じですね。まあ、この辺特にスタンプ数とかだったら割と簡単にできますし、あとはエリア会話とかに関してはね、これ多分もうみんなほとんど覚えてないと思うんだけど、めっちゃ初期に一瞬で終わるキャラランのやつなんですよ。で、エリア会話のやつとかも上限増やしてね、もらえると、今イベントストーリーとかも増えてね、エリア会話とかも増えてきてるんで、まあ取れるんでね、これは全ユーザーに恩恵があるかなと思います。で、まあ可能ならアナザーボーカル所持数。これ欲しくない？アナボ欲しくない？アナボは上限さ、5とかでいいからさ、5とか10とかでいいからさ、アナボ、自分の推しキャラのアナボ買ったら増えるとかさ、より、プロスがせっかくコンテンツがいっぱいあるんだから、その 3DMV とかね、バーチャルライブとか、で、それこそアナボとか衣装着せ替えとかいっぱいあるんだから、そういったね、こう、別コンテンツ、っていうかゲーム内のそのプレイ以外のコンテンツのところもキャラ欄につなげる要素として、例えばアナボ
欲しいですねっていうところ。あとはヘアスタイル所持数、ここに関しては今限定キャラクターの価値が、まあちょっと正直な話、限定キャラクターってまあ引くんだけどね、ジールさん、もう全部引くんだけど微妙なんですよ、限定キャラクター。まあなんでかっていうと、まああの限定だからその時にしか取れないっていうね、あのメリットはあります。ただあとまあイラストのメリットも、イラストアドはただ今工場も今めちゃめちゃかっこいいじゃん。今着てるアキトくんとか、あとその前着てたハルカちゃんとかもめっちゃかっこよかったじゃん、超欲しいじゃん。だからイラストアドって正直限定じゃない、あんまり関係ないんですよね。そこでスキルっていうのが、正直限定スキルって弱いんですよ。はい、限定キャラクターって基本的にあの判定強化か、ライフ回復がついてることが多いんで、まあスキル自体もね、例えばあのバチャシンとかだったら限定スキル強いんですけど、やっぱカラフェスとかとも比べてもやっぱスキルが弱いっていうところがあって、でかつね、ガチャを引くときにガチャボーナスがないんですよ。工場ガチャだったらガチャボーナスあるんで、まあ仮点分、200連引いたら、まあ、少なくとも星4は、無償で引いても2枚、優勝で引いたら4枚絶対星4が当たるんですよね。ただカラフェスじゃないや、限定で引くとそれがないんですよ。なんでカラフェスもし仮点まで引いて星4ゼロとかいう可能性も一応あるんですよね。通常工場が6枚プラス確定枠4枚、ただ確定枠の分ちょっと減るから、まあ、9枚ぐらいかな、9枚ぐらいで限定だったらまあ6枚って感じで、やっぱ通常ガチャ回した方が星4の期待値も高いんですよね。まあ、そういったところで限定の旨味っていうのがちょっと現状ね、ヘアスタイルぐらいしかないというところで減ってきてしまってる。で、ヘアスタイルっていうのももうプレイには関係なくて、MV とか 3DMV を見るとき用のものなんで、まあそこでね、別の旨味を持たせるっていうので、ヘアスタイル表示数とか増やしてくれると嬉しいのかなって感じですね。まああとはジールみたいにさ、今キャララン、今55なんですけど、まあ冬ちゃんが。こんな感じで、推しキャラ頑張ってる人とかへのちょっとしたご褒美にもなるんで、こういった人たちはすでにマスターランク上げてるんでね、まあその辺もちょっとしてほしいなぁといった感じはあったりします。はい、で次がライブミッションですね。ライブミッションを1000ポイントまで増やしてほしいです。全ユーザーに恩恵があり、プレミアムミッションパスの甘みって書いてるのは、うまみですね、うまみが増して、でさらに、ね、課金ユーザーはさらに、喜びますと。はい、で購入者も増える可能性がありますと。でできればね、1万ポイントの報酬は重い準決勝とかだととっても嬉しいですってことで、これはねもう多分1年ぐらい前から言ってるかな、ジールさんは。これはですね、今プレミアムじゃないライブミッションが8000ポイントまでで、まあこれ多分人によって終わる人終わらない人いると思うんですけど、まあ終わる人たちはですね、前半10日間ぐらいで、はい、月始め10日とかで、早い人だったらね、まあ、2日3日で終わっちゃうんですよ、こちらって。っていうのがあって、まあ、ジールさんでも、まあ、遅くても15日には終わります。はい、ジールぐらいやってると。まあ、なんで、そんな感じなので、できればですね、うまみを増やしてほしいというか、結局、ライブミッション上げたところで、無課金ユーザーでも結局何回も叩けば、1万ポイントまでは到達できるんですよ。無課金でも8000は到達できるんで、1万もね、別に到達できる、ラインではありますと。はい。まあ、なんでね、そこで全ユーザーに、まずは旨味があると。そして、課金ユーザーからするとしたら、これまでと課金の額が変わらず、2490円だっけな?が変わらず、1980円だっけ?あれ忘れちゃったよ。まあ、課金額が変わらずにもらえるアイテム量が単純に増えるんで、プレミアムミッションパス自体の美味しさが上がるんですよね。まあ、ここも単純にやっぱ嬉しいですよね。で、まあ、やっぱそれ以上にね、これまで以上にもらえるとなったら、なら買うかって買うか、なんていうのかな、悩んでた人が買う可能性も上がるということで、ぜひここは増やしてほしいですね。で、できれば思いの準決勝欲しいということで、思いの準決勝マジで足りないです。はい。70万円ぐらい課金してガチャを引いてるジールがいます。ジールしかも星4かなり排出されてるんですよ。多分星4、まあ、カラフェスも含めてになるんですけど、カラフェスも含めての星4が多分 4%、5% ぐらい。カラフェスの 6% も合わせて、通常の工場ガチャも合わせて多分普通の人よりかは当たってるはず。かなり星4の当たりがいいんですけど、それでも足りないんです、思いの準決勝って。だからこそやっぱ思いの準決勝を入手できるルートをですね、まあ一つ二つでいいから増やしてもらえると嬉しいなって感じでちょっと書きました。他にもねちょっと書きたいことあったんですけど、あんまり書きすぎちゃうとジールの意見を大量に送りすぎちゃってもまああれだし、他にもね書いてる人がいっぱいいたんで、他の人が書いてないようなことをちょっとジールは送ろうかなって思って書いた感じです。
あと個人的に思うのはね、ちょっとジールはあのライブのプレイ部分、あの判定のズレとかに関してはちょっとあんまり詳しくはわからないんで、その辺はね、ガチ勢の方にお願いしつつ、まあそれ以外のところでね、ライブボーナスの回復を電卓式にするとか、あとは各ね、イベントじゃない、各世界のバーチャルシンガーの 3DMV のこう形をね、作ってもらうとか、あとはバーチャルシンガーだけが歌ってる楽曲のこう相当の欄を作るとか、楽曲お気に入り機能を作るとか、あとはなんだろうな、まあまあそんな感じでね、いろいろやってほしいなっていう機能があるんで、まあその辺をね、よかったらしていただけると嬉しいな。あとはあのサイドストーリーにあの出てくるキャラ、サイドストーリーに解放後にもね、誰が出るのか書いてほしいなとかあったりしますね。はい、ってことで、まあちょっとダラダラ喋っていったんですけれども、皆さんはあのどんな風に思いますか？よかったらね、コメント欄でまあ意見いろいろ書いてみてください。そしてツイッターやってるよって方はね、ぜひね、ツイッターの方で書いてみてください。ただしね、注意が必要です。皆さん、要望、意見書いてもらって大丈夫なんですけど、攻撃的な言葉や、きつい口調は使わないようにしましょう。はい。これはもう、近藤さんもツイートされてたんですけど、マジでそうです。運営に届ける言葉ですし、いくらね、自分がふざけるなって思ってても、まあ、それを人にぶつけるのは違いますしねっていうところと、あとはあれですね、公式の方で、喋る内容になりますんで、きつい口調だと絶対採用されないんでね、そこは注意してください。はい。出た感じで、ちょっと今回は、ラジオ動画みたいな感じで、ほぼ編集せずに出してると思うんですけど、聞いていてくださった方は、皆さんありがとうございました。よかったら皆さんコメントよろしくお願いします。ということで、今回の動画終わっていきましょう。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。